ションドヨンは、韓国の女優、ソウル特別市出身、マネジメントサブプ所属、身長165センチメートル、体重48キログラム、ソウル芸術専門大学放送演芸家卒業、カンヌ国際映画祭女優賞をはじめとする、数々の映画賞を受賞し、演技派として知られている。主な映画出演作品には、ハッピーエンド、ユアマイサンシャイン。 シークレットサンシャインがある。1990年にジョンソンジョンソンの CM で芸能界デビュー。1992年のドラマ我らの天国で女優としてのキャリアをスタート。映画初出演となった1997年の接続ザ・コンタクトでの演技が評価され、韓国のアカデミー賞といわれるオーガネ賞と清流映画賞の新人女優賞を受賞。 その後も、大金賞、清流映画賞など、国内の数多くの賞で主演女優賞を受賞。2007年には、映画、シークレットサンシャインでの演技により、第60回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞。2007年3月11日に9歳年上の実業家と結婚。2009年1月22日に女児を出産。結婚後は、 芸能活動を休止していたが、2010年の映画、ハウスメイドで復帰。大金賞清流映画賞100、創芸術大賞大韓民国映画大賞春史、大賞映画再 SBS 演技大賞韓国、映画評論家協会賞その他。ありがとうございます。